ビクトル・バスネツオフが英雄たち。左からドブル・イニア・ニキーティチ、イリア・ムーロメツ、ア・リョーシャ・ポポービチ。いずれもブイリーナに登場する勇士たちである。モスクワ・トレチャコフ美術館ブイリーナ。騎士の前のメムヒルには、左に行けば馬を失い、右に行けば首を失うと文字が彫られている。ブイリーナは交渉であるために発生。 成立がいつ頃なのかについて、はっきりしたことはわからない。おおむね10世紀末から12世紀初頭にかけて、キエフ大公国の勃興、流星と時期を同じくして、民衆の間で、ブイリーナは生まれたのではないかと考えられている。また、成立事情のほか、ブイリーナを創造、伝承した社会層やそのイデオロギーをめぐっても、様々な見解がある。 ブイリーナの存在が歴史的に確認されたのは17世紀である。現代におけるブイリーナの発見は19世紀後半であり、以降、ロシア及びソビエト連邦の研究家によってブイリーナの再録、研究が進められた。現在、およそ100の主題について2000のブイリーナのテクストが知られる。ブイリーナが集中的に残っていたのは北部ロシアであり、 このほかシベリア、ドン、川下流域などでも再録された。しかし、物語の主要な舞台であり、ブイリーナの成立にも関わると考えられているキエフを、はじめ、ウクライナや中央ロシア、ノブゴロドではほぼ交渉が失われていた。これらの原因についても小説あって定かでない。19世紀以降、交渉が残っていた地域でも再録が進んで、 テクストが充実したのとは逆に、交渉の伝統そのものは推微し、現在では事実上と題たものと見られる。ブイリーナは、陰文形式で伝承され、各項にに、3のアクセントを含み、独特のリズムを持つ。リズムや物語の細部は語り手によって際が、認められるが、特定の形容語句、決まり文句の多様や重要な場面で同一動作を3度、 繰り返すパターンなどが特徴として共通する。ブイリーナの題材は、その多くが、ロシアの民族、国土を守って敵と戦う英雄を主人公としており、キエフ大公国を舞台として、太陽光グラジーミルに仕える勇士たちの活躍を描くものが中心的である。イリア・ムーロメツの物語は、その中でも最も有名なものであり、 イリアは、ブイリーナ最大の英雄とされている。このほかキエフルーシーゼンのより古い時代からの由来を思わせる物語や12世紀頃に栄えたノブゴロド舞台とする物語などが伝えられている。ブイリーナは、歴史歌謡のように具体的な史実そのものを描いたものではないが、そこには、かつてのロシア人の世界観、風俗習慣、 文化が反映されており、資料としても貴重である。ロシアの千年記念像のウラジーミル一世ブイリーナのテクストは17世紀以降から知られ、18世紀から19世紀にその最良の部分が再録された。それ以前は交渉によって伝えられたため、古い形が知られておらず、ブイリーナがいつ発生したかについては仮説にとどまっている。 ブイリーナに登場する主要な英雄は20人余り、物語の筋は100種ほどである。この中で、キエフで太陽の君と呼ばれるウラジーミル公をめぐる勇士たちを主人公とする者が圧倒的に大きな比重を占める。このウラジーミル公を史実に当てはめようとしたとき、成功と呼ばれたウラジーミル一世なのか、あるいはその総尊にあたるキエフ大公ウラジーミル二世。 モノマフのいずれを指すのかについては、議論が分かれている。いずれというよりも、むしろ二人の著名な公がキエフに本拠を置く、全ロシアの支配者として普遍化されたとも言える。このことから、10世紀から13世紀までのキエフ、大公国の時期に、ブイリーナはを整えたとする説が唱えられる。一方、成功、ウラジーミル以前から原型が存在したとする説もある。また、 現存するイリーナのテクストには、モンゴルの支配に抵抗するロシア有志の活躍が多く描かれており、13世紀から15世紀にかけてのタタールの首引きの時代に生み出されたと考えられるものも、あることから、イリーナの成立をもっと遅い時期とする説などがあって、論争に決着はついていない。とはいえ、遅くとも11世紀を下らない頃にイリーナの古い、 形が存在していたとする見解が多数を占めている。また、ロシアの教育学者、ウラジーミル・ポポノフは、12世紀頃に、キエフ大公国で成立した、英雄女子誌、イーゴリ・軍旗の作者として、11世紀後半の、伝説的詩人、ボヤンを挙げ、ボヤンの名は、ロシア音楽にとって象徴的なものになり、V リーナ的女子誌や英雄歌集の模範となったとしている。 ルボークに見られる18世紀ロシアのスコモローフたち、スコモローフが使用したメ面 V リーナの担い手として、現在の研究家たちに広く支持されている説が、スコモローフと呼ばれる、職業芸人が V リーナを語っていたというものである。キエフを舞台とする V リーナ、ドブルイニャにキーティチとアリョシャポポービチでは、主人公ドブルイニャがスコモローフの紛争をし、グースリを奏でながら、戦いの話などを語る場面があり、 スコモローフがイリーナの作者でもあったという推測がなされている。スコモローフはビサンティン文化の流入とともにロシアに移住してきた芸人たちで原始宗教の儀礼を司る魔術師あるいは農耕儀礼の際に人々の先頭に立って歌ったり踊ったりした人間がその起こりだとされる。このため彼らの演技、芸能はロシア正教会からは 異教の文化を伝えるものと捉えられ、聖教会は、スコモローフを迫害した。また、スコモローフは、当初、諸公貴族の宮殿や屋敷で養われて演技していたが、数を増すとともに、民衆の中に入って行き、一般大衆の支持を受けるために次第に風刺的な内容が増えていった。権力者や聖職者を面白おかしく取り上げるようになったことで、スコモローフは、 ザーリや貴族からも迫害されるようになった。1648年、モスクワ大公、アレクセイの直令によって、スコモローフの演技や楽器演奏が禁止された。スコモローフは、ロシアの中央地域から追放され、ウラル、シベリア、ボルガ川の中華流の砂岩など、辺境の地に移り住んだ。こうしてスコモローフは、都会を追われ、あるいは追求を逃れて地方へ向かったが、 地方では演技を制御としていくことは困難であり、グースリーやバイオリンなどの楽器演奏会や民衆劇の役者として一部が残った他はやがて姿を消していった。このような過程で、ブイリーナがスコモローフから地方の農民などに伝えられていったのではないかという。ブイリーナの存在が歴史的に確認できるのは17世紀に入ってからである。イギリスで R. ジェームズが1619年から1620年にかけて残した手記にブイリーナの最初の数編が現れた。本格的なブイリーナ州としては、キルシャ・ダニーロフによる古代ロシア詩集が最初のものである。ダニーロフは彼自身がスコモロフであり、1760年代にウラル地方あるいは西シベリアで活動し、ブイリーナを含む歌謡集を書き留めたとされる。 古代ロシア詩集には26編のイリーナが収録されており、そのいずれもが高い完成度を示すのが特徴である。また、この詩集には、テクストだけでなく、メロディーも採付されている。19世紀に入り、ピョートル・キレーフスキーが1830年代に、ロシア各地の民謡を編み、これにもイリーナが収録されていた。この民謡集が刊行されたのが1860年代で、あり。 同じ頃、北、ロシアでブイリーナを再録して回ったのが、パーベル・ルイブニコフである。ルイブニコフは1858年に、モスクワ大学を卒業するが、革命を目指すグループに属していたことが発覚し、北部ロシアのペトロザボーツクへ流刑になる。1860年5月、地方管理として、オネガコ北岸地方への出張を命じられた、ルイブニコフは、船で、 湖の沖合の小島に一泊した時、白髪の老人が土地の老民たちに里子のイリーナを語っているのを聞いた。ルイブニコフは老人の紹介によって他の語り手たちとも知り合い、165編のイリーナを再録して1861年から1867年にかけて4分冊として刊行した。ルイブニコフの業績は、 ロシアのフォークロア研究会に衝撃と共に疑念を持って迎えられた。首都ペテルブルクからさほど遠くないとはいえ、文字とは無縁の壁地と思われていた場所で、語りの伝統が名脈を保っていたとはにわかに、信じられなかったのである。しかし、1871年にアレクサンドル・ギリフェルジングが、オネガ地方に調査に入り、70人の語り手から270ペン、あまりのブイリーナを、 最六、1873年に、オネガ地方のイリーナを交換したことで、疑惑は消え去った。その後、イリーナは、ロシア民族全体の共有財産として、収集、観光されるようになる。ソビエト時代の1920年代後半からは、研究所や大学が、毎年のように調査隊を派遣し、第二次世界大戦後も観光が続けられた。こうして現在、 ヴイリーナの収録数は、およそ100の主題について2000のテクストが知られている。しかし、ヴイリーナへの一般的関心が高まり、録音など、再録の技術が進歩したのとは逆に、民衆の間での語りの伝統は推理していった。1980年代までには、ロシア全土でのフォークロアの一ジャンルとしてのヴイリーナは、死滅したとされる。ヴイリーナという言葉は、 12世紀頃に成立した文学作品、イーゴリ軍記に由来し、あったこと、事実という意味である。交渉による英雄女子誌に、ブイリーナの名称を最初に使用したのは、民族学者のウラジーミルダーリであり、1830年代にイヴァンサハロフがこの語を採用したことから、19世紀後半から定着した。それまでは、リーナだけでなく、歴史も含む総称として、 ロシア北部では、スターリナあるいは、スターリンカと呼ばれていた。ブイリーナの故障には、このように昔話や、架空の物語とは異なり、史実に基づいているという願意が込められている。これは、研究者たちがブイリーナを、過去の実話だと考えたからではなく、当時の語り手と聴衆が、そのように信じていたということを示している。ブイリーナは、おおむね、女子、発端、本文、 結句という構成をとる。女子導入部であり、V リーナの主題、内容とは、無関係な自然描写や謎めいた稽古などによって、聞き手の注意を引きつける目的で語られる。発端事件の起こる場所、主人公の出生地などが語られ、物語の出発点となる。本文物語の本筋が語られる。結句話の結末を述べるものだけでなく、本文と無関係なものもある。 ブイリーナは、語彙の面で、多くの古語や方言を含み、説刀時や、説美時を駆使して、ロシア語特有の指小型、指大型、表愛型など、情緒的換気力の強い言葉を自在に作り出している。句、説、文のレベルでは、上等的表現が多用される。例えば、欧しい若武者、老練の武者、心優しい裏地位ミルコーといった枕言葉で、 これらは語り手による違いがない。特定の比喩も多く、例えば、イリアムーロメッツは、敵を草を刈るように薙ぎ倒すといったもので、傷つき倒れる戦士を刈り取られる穀物の束に、例えている。この他戦争の場面では、敵軍を黒雲に、大軍の進行を川の流れに、都市を囲む大軍を、春の水の氾濫に、戦場で流される地を川の水に、など、 一定の形式を有した比喩が見られる。さらに、作法に違わず十字を切って、肩通り頭を下げて、会釈をしのような複数の行にまたがる、決まり文句も好まれ、主演の場面、自慢話の場面、旅立ちの場面などに代表的に現れる。これは、V リーナの主要な様式の一つであり、作品の大部分を構成している。これらの上等形式は、一般的には、 暗証を容易にするためのテクニックと説明される。つまり、語り手たちが師匠からブリーナを習い受け継ぐ際に、これらの部分をキーポイントとして念入りに覚え、その他の部分を呼び出す手がかりとすることで、長い内容の作品を覚え、よどみなく語ることを可能にしたのではないかと考えられている。しかしそれだけでなく、様式として伸びてき価値が認められる。また、 昔話によく見られるような、二回った状況や動作を三回反復する場面が、しばしば現れる。これによって、不死の展開が、緩やかになり、聴衆に与える印象を強める効果がある。同時に、こうしたテンポの、ほどの良さが生活そのものによって要求されたものと、考えられている。イリア・ムーロメツのものとされる以外、キエフ・ペチェールシュク大衆動員ブイリーナで語られる。 地名の多くは実際の地名と一致し、登場人物や出来事を史実に結びつけることが可能な場合が多々ある。また、イリア・ムーロメツをはじめ、物語に登場する勇士たちは実在の人物として信じられていた。ブイリーナの研究家たちも、年代記などに現れる資料から、勇士たちを歴史上の人物に同定あるいはモデルとして当てはめようとする試みを繰り返してきた。 このように歴史上の事件や人物との関連を重視する傾向を持つ研究家は歴史学派と呼ばれる。その一方で V リーナのテーマを民衆の一般的空想や世界観の表現として捉え、個々の史実にとらわれない見方も支持されている。タタールについて編集 V リーナの成立時期については諸説あるが、概ね中世ロシアのキエフ大公国が勃興し、 全世紀を迎えた頃、およそ10世紀から12世紀であろうと考えられている。ところが、イリアータ・チブリーナの主人公は、多くの作品でカタールと戦っている。歴史上、モンゴル軍がロシアに襲来するのは1236年であり、13世紀以降のことである。モンゴル軍以前のロシアの敵としては、ハザールやペチェネグ族、ポロビツ族などがあった。 これについて、VV 工事のフは次のように述べている。V リーナでは、敵がタタールと呼ばれている場合が一番多いが、これは驚くべきことではない。昔の敵の名が変わることは、交渉文芸に、時には文献にも、固有のことである。したがって、V リーナにおけるタタールは、異民族の総称に近い。グースリを携えた、ノブゴロドの商人。 サトコブリーナのふしはシブリーナのテクストは短いもので数十行、長いものでは500行から600行であり、演奏時間にすると数分から1時間半2時間に及ぶ。その形態は北、ロシアやシベリアでは語り手は一人であり、稀に二人によって語られる場合がある。楽器の伴奏はないが、古くは多弦楽器のぐーすりを膝に乗せてつまびきながら語ったと言われている。 ただし、ドン、川下流域の古作居留地では、時として集団によって清唱され、ほとんど歌謡的な印象を与える。北部の語り手たちは、各人が一つかあるいは数種類の節回しを持っていて、語る内容によって、各自が最適と考える節回しに乗せて、歌うように語った。この節回しには明瞭なリズムが感じられるため、テクストとして記録する場合に、 は行分けにする観光が定着している。ロシアで出版されたイリーナ州には語りのメロディーを財布して五千譜に書き表したものもあるが実際の語りは日本の演歌でいう小説を聞かせた独特のものであり五千譜では表現しきれないものも含んでいる。各語り手はそれぞれ独自の節回しを持つがその種類はそれほど多くはなく似通っている。これは 多くの V リーナのテクストの格好が強弱弱格で終わるように因律が守られていること、またテクスト格好全体が強弱格、または強弱弱格になっていることが理由である。すでに述べたように、18世紀以前にはスコモローフのような職業的芸能者がロシア全土で V リーナを語っていたと考えられている。しかし、19世紀後半に、 ルイブニコフが本格的に再録を始めた時期には、すでに、イリーナを語ることで生計を立てるものは存在しなかった。語り手は性別に関係なく、様々な職業を別に持っていた。彼らは、イリーナを認じる才能によってある、種の尊敬を勝ち得ることはあっても、語りによって、報酬や金銭を受け取ることは稀であった。ソビエート連邦時代の研究者、 アンナースターホアによれば、V リーナの語り手は次に3つのタイプに分類される。継承型19世紀後半に、オネガ地方を回って、V リーナを再録したアレクサンドル・ギリフェルジングは、それぞれの語り手たちは、自分が聞いたままに、V リーナを語らなければならないと考えているし、聞き手たちも前と同じように語られることで大いに、満足していると述べている。オネガ小木地島のリャビー人家が、 代表的である。初代のトロフィム、グリゴーリエビチリアビーニンは、19世紀のブイリーナ、語りの第一人者とみなされている。トロフィムは、計26種類の作品を語ることができたと言われ、彼からルイブニコフが18編、ギリフェルジングが23編のブイリーナを再録している。トロフィムの息子のイヴァン・トロフィモビチリアビーニンをはじめ、リビーニン家では5代にわたって優れた語り手を、 排出した。彼らのテクストの比較によって、トロフィムが確立した形式が忠実に継承されていることが判明している。もっとも、トロフィム自身は何人かの死から語りを学んで、独自のバージョンを作り上げており、創作型にも属している。創作型20世紀の語り手、八海沿岸地方出身のマルファクリューコアは1930年代に、 ソビエト作家同盟に迎えられ、レーニンの生涯やモスクワの地下鉄建設を主題として、称える、ブイリーナ作品を創作している。このほか、ペトロザボーツクのアンナ・パシコーワや、前述のトロフィムリャビー人も、この方に含まれる。即興型アグラフェーナ・クリューコワとその娘マルファ、クリューコワ。クリューコワの家系は、マルファの父方の祖父、大王子以来三代にわたって、語り手が続いた。 アグラフェーナとマルファは、ブイリーナ以外にも、昔話や民謡などのフォークロアに通行しており、その時々の状況に応じて絶えず、即興を交えるため、同じテーマのブイリーナでも語るたびに、テクストが異なった。ブイリーナの語り手として代表的な、リャビー人家が住んだおねがこ木じ島の景色。ブイリーナの勇士たちは、ロシア民族の歴史と運命と関わる、国の先盛りとして、 かつては、ロシアの至るところで語られてきたと研究者たちは、推測している。すでに述べたように、これらのブイリーナの伝達者あるいは作者と考えられているのは、スコモロオフと呼ばれる民衆的な芸人であった。16世紀のイヴァン4世は、ブイリーナ語りを側近に置き、夜ごと勇士たちの物語を聞くのを楽しみにしていたと、言う。しかし、18世紀から19世紀に至り、 かつて、ウラジーミル港が首都を置いたキエフを中心とする、ウクライナや中央ロシアでは、ブイリーナの交渉は途絶えた。ウクライナでの交渉が消滅したのは、16世紀頃に新たに発生した女子的ジャンルである、ドゥーマによって駆逐されたためと、一般的に考えられている。現代まで生き残っていた交渉の大部分は、北部ロシアであり、特に優れた語り手を排出したのは、 オネガ湖周辺であった。オネガ湖についでは、八海沿岸地方、ピネガ川、メゼニ川、ペチョラ川などの大河流域に多くの V リーナが残っていた。北ロシア以外では、シベリア、ドン、川下流域で伝承されていた。なぜこうした分布になったかの原因は明らかになって、いないが、以下の節に挙げるような理由が考えられている。このほか近年では、 民族的自覚説が主張されている。これは他民族、他人種と接触することで交流や構想の中でロシア民族の固有性を示すために自覚的にイリーナが語られたというものである。16世紀からおよそ200年間、北ロシアはモスクワやノブゴロドと西ヨーロッパ諸国を結ぶ交易路に当たっていた。ピョートル一世のバルト海進出によって北ロシアは 商業的意義を失って衰退するが、かつて高い水準を誇った文化的伝統への執着がイリーナを継承させたのではないかと考えられている。また、この時代は、スコモローフの活動の最盛期とも重なっていた。スコモローフたちは、17世紀後半からは、教会だけでなく、政府からも迫害を受けて、北ロシアの森の中に定住し、このために、 彼らのレパートリーの中のブイリーナが集中的に残ったと見られる。また、ウクライナや中央ロシアでは農業が主体で家族単位の作業が中心であったのに対して、北、ロシアでは漁業や林業が大きな比重を占め、集団労働が営まれたこともブイリーナの保存に適していたという指摘がある。夏季の漁業や陶器の森林伐採のために、 成人男子は他人数グループによる共同作業に従事した。その際、悪天候や冬の夜長の退屈しのぎとしてブイリーナは、ふさわしく、こうした集団生活の中でブイリーナを語り、楽しむ伝統が生き残ったのではないかという。事実、アルテリと呼ばれる作業グループの中でブイリーナを語る声員が労働ノルマを軽減あるいは免除された例が知られている。 19世紀に名を知られたブリーナ語りは、青年時代にこうした漁老や、木材伐採のアルテリに加わり、半端での寝起きや、漁網の繕いなどの折に、先輩の語り手からブリーナを聞き覚えていた。さらに、北ロシアの農民は、自作農が多く、ウクライナや中央ロシアのように農土として地主に、霊属することが少なかったことから、自主独立の気概に富んでいたことを指摘する研究者も、ある。 19世紀にブイリーナを再録するために北、ロシアを回った研究者たちは北、ロシアの民衆の私的な気質を強調している。シベリアは北、ロシアに次ぐブイリーナの第二の宝庫であった。ロシア人がシベリアに進出するのは16世紀末からであるが囚人の流刑先としてだけでなく自由民による植民も行われた。17世紀の後半からは 主流派ロシア正教会から追放された旧教徒、すなわち正教の古儀式派の信徒が政府の弾圧を逃れるためにシベリアに移住する者が多くなった。彼らは不祖現代のブイリーナを忠実に伝承した。ドン、川下流域、北、カフカース、ウラルなどに本教を置くコサックにもブイリーナが伝承されていた。15世紀後半よりコサックは 中央ロシアから返境へと逃亡を始め、その過程で次第に中央政府の支配に組み入れられていったものの、独自の気風を長く保ち、民謡や昔話と並んでブイリーナも彼らのフォークロアの中に保たれた。とはいえ、コサックの伝承するブイリーナは変形されていた。ブイリーナ研究は19世紀以降のロシアフォークロア研究の一環として進められている。19世紀の研究では、 ブイリーナの成り立ちに関しておおむね以下の三つの代表的潮流が存在した。神話学派女子成立の演芸を全インドヨーロッパ語族に共通した古代神話に求める学派。ブイリーナに歌われる主人公は何らかの神聖を備えているとする。アレクサンドル・アファナーシェフ、カイ・アイ・ブスラーエフ、オーカイ・ミーレルラ。百用派尺用、現代学派とも、ブイリーナは ロシアのオリジナルではなく、西ヨーロッパやビザンツを含む、東方諸国の女ジ,ジシのテーマの影響を内し、借用によって形成されたとする。A.N. ベセロフスキー、ウラディーミル・スターソフ、M.E. バランスキー、G.N. ポターニンラ。歴史学ハブイリーナの中に、歴史的事実、とりわけ古代ロシアの歴史的諸事件が反映されているとする。V.K. ミーレル、A.V. マルコフ。 SK シャンビナー語、ソコロフ兄弟ら。ただし、成立時期については、学派内でも意見が分かれ、彼らのうち、ミーレルやマルコフは10世紀頃の成立とし、シャンビナー語らは16から17世紀とした。ロシア革命以降、ブイリーナ研究は、歴史学派の流れを組むものが主流となった。19世紀の歴史学派、V イ,カイミーレルらが、ブイリーナは、社会の上層階級によって生み出され、 支配者に対する評価が民衆に普及していったと考えたのに対し、ソビエト時代の BA、ルイバコフ、D ・リハチョフラは、ブイリーナは民衆の中から生まれてきたと主張した。一方、ブイリーナの大部分は原始共同体の時代に神話的怪物との闘争を歌ったものとして、成立しているとして、歴史的事実との関連をさほど重視しない VR、プロップや、 B.N. プチーロフラの研究者もあり、彼らは原始主派と呼ばれた。また、ソビエト時代には、ブイリーナ研究で、ロシア政教を扱うことは一種のタブーだったとされる。こうした流れから1940年代からの一時期、ブイリーナは、農村の農民によって作られたという説が流布した。当時著名だった、ブイリーナ伝承者 PI。 ギャビーニン・レイエフは、ヨシフ・スターリンやチャパ・エフラを主人公にして、ブイリーナを語り、これこそが、語り手が、伝承だけでなく、作り手でもある証拠だとされたのである。しかし、その後ブイリーナは、都市において都市に住む人間によって作られたという、考えが主流となり、現在に至っている。ソビエト崩壊後、最六州の再犯や、 これまで再録されながら未観光だったテクストの出版の動きが生じる中で、ロシア革命以前の研究が見直されつつある。とりわけ借用、伝来学派の仮説の再評価が見られる。ここでは、日本のロシア文学、文化研究家である中村義和の著作に従って、以下の4分類とした。マトリンはシエビチの絵はがきに描かれたミクウラキーフの ウラジーミルコ以前の時代の存在と考えられている登場人物たちを挙げる。スブヤトゴールスブヤトゴールはロシア語で聖なる山という意味。計り知れない力の持ち主だが、その力を発揮する場所を得ないまま姿を消す。イリアー・ムーロメツの物語に登場し、スブヤトゴールの死によってその力がイリアーに受け継がれるという役割から、キエフ国家成立以前に存在した。 英雄女子詩の名残を留めたもの、もしくは神話の断片かもしれないという説がある一方、再録時期と地域に着目して、北、ロシアで19世紀に書き留められた作品にしか現れないため16世紀から17世紀にかけてのモスクワ大公国時代の成立であろうとする見解が対立している。ボルフ・ボルフは魔法使い、呪術者を示すロシア語に通じている。 ヘビと人間の女性のことされ、鳥や獣に変身する能力を持つため、ロシアの多くの研究家から、ブイリーナとして最も古い作品だろうと推測されている。下記、ボリガーとミクーラに登場するボリガーも同じ変身能力を持っており、同一人物と考えられている。ボルフは、キエフの勇者で敵国を攻め、勝利する。歴史学派は、ボルフのモデルとして、 10世紀初めに、東ローマ帝国に遠征して、ギリシャ軍を破ったオレゴ公に同定している。また、フセスラビエビチという負傷から、ポロック公フセスラフとの関連を指摘する説もある。フセスラフは、人道伝説との関わりでも知られる。ボリガーとミクーラ・ボリガーは、変身能力を持ち、前述のボルフと同一人物と考えられている。ミクーラは、ニコラ、または、 ニコライの別型であり、成人ニコライがイメージされている。このため、ボリガーとその部下たちは、農民のミクーラに全く歯が立たない。イヴァン・ビリビンが、イリア・ムーロメツとオイハギソロベイイリア・ムーロメツを、はじめ、多くのブイリーナ作品の主人公は、キエフのウラジーミル公に仕えて活躍する勇者である。これらのブイリーナは、キエフ県ブイリーナと総称される。ウラジーミル公は、 キエフの支配者であり、太陽光と呼ばれるが、ブイリーナ中での役割は、ほとんどが、主演の主催者である。また、優しき君主、尊き君主である一方、敵が攻めてくると、どう対処してよいかわからない、無能な支配者としても描かれている。イリアー・ムーロメツ・ロシアで、最もよく知られた英雄で、ブイリーナで歌われた勇士の第一人者。イリアーの病が癒える、イリアーと追い剥ぎ揃えい。 イリアーとカーリンテイ、イリアーとジャキョウとイドリシチェ、イリアーの三つの旅、イリアーと息子の戦いなどの物語が伝わっており、とりわけ、イリアーとオイハギソロベイは、しばしば民衆版画の題材ともなった。ムーロメツとは、ブラジーミル州、ボルガガーの支流岡川沿岸の都市ムーロムにちなむ、ロシア正教会の暦では12月19日、12世紀の聖人として、イリアー・ムーロメツの名があり、 キエフペチェールシク大衆動員の地下洞窟には、イリアーの棺が安置されていた。また、13世紀、ドイツやノルウェーの女子に、ロシアのイリアーの名が現れるという。このため、多くの研究家はイリアーが実在したと考えている。しかし、歴史資料には、イリアーの記述は見られず、12世紀の人物とは、断定できない。イヴァン・ビリビンが、大蛇・ゴルイニシしから、 ザバーブシカを助け出すドブルイニャニキーティチドブルイニャ、ニキーティチキエフのウラジーミル港に仕える勇者の一人でイリア・ムーロミツに次ぐ英雄。ドブルイニャの語源は善良、美しさ、偉大さという意味であり、ニキーティチは栄光の輝かしいという意味のギリシャ語が古今である。ドブルイニャとアリオシャはブイリーナの文婦圏すべての地方で歌われていた最も有名なストーリーであり、 100以上のテクストがある。物語は、ドブルイニアが旅に出た、ルス中、アリョーシャ・ポポービチが、ドブルイニアが死んだという情報をもたらして、ドブルイニアの妻に結婚を迫るが、そこへドブルイニアが帰還して、アリョーシャを懲らしめるというもの。帰ってきたドブルイニアが、スコモローフに変装し、グースリを弾きながら歌って、漫座の賞賛を浴びる場面があることから、スコモローフのレパートリーに早くから入っていたと。 推測される。元初年代記では、ウラジーミル一世の母マルーシャの兄、つまり、ウラジーミル公の王子にドブルイニャの名があり、ノブゴルドの長官として支配した一族の子祖に当たると、される。この歴史上のドブルイニャは、ウラジーミル一世の宗教政策を積極的に推進した人物であり、ブイリーナ、ドブルイニャと翼を持つ蛇において、ドブルイニャが、オロチと戦う物語は、 キリスト教導入に対する異教の抵抗の強さを反映したものという解釈がある。一方で、年代記には7人のドブルイニアが登場しており、モデルを他に求めようとする試みも続けられている。アリョーシャ・ポポービチ、イリア、ドブルイニアに次ぐブイリーナ第3の勇士。しかしながら祖母、公職な面を持ち、上記ドブルイニアとアリョーシャのようにあまり芳しくない脇役を演じることもある。 アリョーシャはアレクサンドルの愛称であり、ポポービチは被災の息子という意味。キエフルーシの時代にアレクサンドルの名で年代記に登場する何人かの勇士が原型だと考えられている。とりわけ1223年、カールカカハンでタタール軍との戦闘で戦死したアレクサンドル・ポポービチに同定する見解が有力である。トベリ年代記によればアレクサンドルは ウラジーミル大公フセボロド三世に仕え、後にその息子コンスタンチンに仕えた。また、アリョーシャとトゥガーリンにおいてアリョーシャが戦う怪物、トゥガーリンは、1 9 9 6年に、キエフ近郊で、ロシア軍との戦いで死んだ、ポロベツ族の超トゥゴルカンの名がなまったものとする見方が、一般的である。イリア・レーピンが、水の下の王国の里子。1876年。 サンクトペテルブルク、ロシア美術館サートコをはじめとして、ノブゴロドを舞台とする、ブイリーナ軍を、ノブゴロド兼ブイリーナと呼ぶ。英雄女子史と言われるブイリーナだが、ノブゴロド兼ブイリーナでは支配者としての公が、登場せず、戦いの場面もないことで遺災を放っている。このことは、ノブゴロドの歴史に照らして、モンゴルの襲撃を受けなかったことや十二世紀初頭に、自由都市として、 民会式共和制をとっていたことと関連があると見られる。商人里子里子、里子とも。里子は貧しい偶数利益だったが、海洋の力で共満の富を得るという物語である。町の実力者として公でなく、商人や修道委員長が登場することで、商業都市ノンゴロドの雰囲気がよく現れている。ノブゴロド年代期の1167年の項に、 ソドコスイチニツという人物がこの町に石の境界を建立したという記述があり、このソドコがサト子の原型とする説が19世紀以降有力である。しかし、物語のテーマからして11世紀以前に成立していたと見る研究者もある。また、海洋の継承に着目し、バルト海沿岸の先住民族であるフィン人のジョージ氏、彼の影響があるとする見解もある。 19世紀、ニコライ・リムスキー・コルサコフがこの物語に基づいて、オペラを作曲し、1898年に初演した。無法者、ワシーリー・ワシーリー・ブスラー・エフとその仲間は、ノブゴロドの街を揺るがす、大規模な喧嘩騒ぎを起こし、市民たちを屈服させる。その後、船で、聖地巡礼の旅に出発するが、ワシーリーは立ち寄った先々で禁じられている行為を、あえて犯し、 そのためについに身を滅ぼす。ノブゴロドの年代1171年の項に、市長はアーシカ・ブスラー・エーフの名が登場するが、本作の主人公との関係は明らかでない。船に乗って、聖地巡礼に出るというモチーフは、ノブゴロド兼ブイリーナ特有のもの。ノブゴロドの河川武装集団牛食い日記の伝統から、生まれたものと考えられている。12世紀。 40人の巡礼団がノブゴロドからエルサレムまで旅をしたという記録が年代記にあり、これと同様のモチーフのイリーナが他にもある。e n アンドレー・ライアブシシュキンが、チュリーイラ・プレンコビチ。1895年ここに分類される。主人公のほとんどは、キエフのウラジーミル公をめぐる勇士たちである。チュリーラ富豪の息子、ウラジーミル公に越見して、その伊達男ぶりを、 大いに発揮する。しかし、公の日までが、チュリーラに見せられてしまったため、ウラジーミルコは、チュリーラを恐れて放免する。15から16世紀のモスクワ貴族の邸宅を、思わせる描写から、かなり広大の成立と考えられている。デューク・ボルイーニ広告の講師。ウラジーミルコに越見した時に、主人公に対抗するのが、上記のチュリーラであるが、デュークは、 チュリーラ以上の繊維を見せつける。この V リーナは80以上のテクストが知られており、最も人気の高い作品の一つである。上記チュリーラの V リーナからの影響を受けたとすれば、16から17世紀の成立ということになるが、ビザンツ文化の影響を受けて、ハール1ボルイーに大抗国で作られたとすれば、12から13世紀の成立ということも考えられる。ソロベイ。 イリア・ムーロメツに退治される盗賊と同じ名前だが、他に共通点はない。ソロベイが、ウラジーミル公の名、ザバーブシカと結婚する物語が伝えられている。キエフルーシ時代の成立とみられ、ソビエトの研究者ルイバコフは、イーゴリン軍機の作者になぞらえられる詩人ボヤンの手による作品ではないかと推測している。サトコ・オペラ化した、リムスキー・コルサコフ。 バレンティンセローフが音楽、編集会が編集、ありがとうございます。